はい、どうも皆さんこんにちは。今日も仕事から帰ってきました。今日は何についてお話しするかというと、まあ、EXILE 第一章についてちょっとお話ししようかなと思いまして、まあ、僕は実は26に今年なるんですけれども、まあ、ほぼ僕の同年代でもあんまり知らない人が多いんですけど、EXILE 第一章ってもう皆さんこの動画に来てる以上多分知ってると思うんですけど、清木場俊介っていう今の独立してるアーティストと、元からいるアツシっていうコンビでやってたのと、あとダンサー、パフォーマーが5人の時代があったんですけれども、本当に自分が育った時っていうのは本当にその清木場俊介とアツシの時代っていうのが本当に人気で、今とかは本当に AKB みたいな、なんかアイドルグループみたいな感じになっちゃって、本当に自分は残念に思ってるんですけども、本当にあの時代が良かったなって僕は思うんですよね。まあ、いろいろとね、まあ魅力っていうのは伝えきれない部分もかなりあると思うんですけど、何が良かったかっていうと、やっぱり、歌ですね。歌の内容っていうものが今パリピだとか、まあパリピっていうかもうどちらかというと、三代目 JSOULBROTHERS とか、あとはファンタスティックスとか、もういろいろわかんないですけど、ジェネレーションズもそうですけど、LDH 系のグループっていうのはものすごくなんか量産型みたいな感じに見られがちなんですけど、昔の EXILE は違っていて、こう、例えばバラード系で言ったら Song for You とか、あとは羽二分の一とか、ただ会いたくてとか、もう本当にキャリオンとかもね、いろいろなこう、魅力のある、本当に自分の、なんていうか、深い、心の奥深いところまでこう、なんかね、分かってくれるような。どちらかというと、ウェイウェイしてる感じじゃなくて、なんていうか、切ない歌だったりとか、苦しい、もがき苦しんでる時にこう背中を押してくれるような歌詞とか、そういうメロディーも良かったりとかして、本当に、清木場のね、歌唱力、アツシもね、ものすごく歌唱力は、あるのはもちろんなんですけど、本当にもう清木場の歌唱力がありすぎて、もう本当にアツシが下手に思えてしまうぐらい、もう本当に昔のEXILEの方が僕は好きなんですよね。今の TAKAHIRO っていうのはもちろんビジュアル系で、まあもちろんボーカルオーディションとかで通ったっていうのが大きいと思うんですけど、やっぱり僕は歌唱力重視な部分があるので、まあどちらかというとね、今のEXILEとかそういう LDH 系っていうよりかは昔のEXILEにものすごくインスパイアされてね、今ここまでこう大人になれた今でも毎日のようにSong for You、もうDistance、あとはCarry On とか Together とかいろいろな曲をね、名曲を聴いて、出社しています。まあ皆さんもね、こういった昔の方が良かったとか、あとは自分にとってのアーティストはこういうものだっていうことがね、いろいろとあったらコメント欄で、教えてください。はい。また、EXILE の第一章の魅力についてお話しするかもしれないので、また楽しみにしててください。それじゃあ今日はさよなら。